クシュウィン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 クシュ。はい、お手は？俺このお手、はい、はい、お手。はい、俺このお手は？俺このお手。俺このお手。お手は？はい、OK。鼻についとうねん、あんた。音楽？じゃ、お手。あれか、お手は？お手。はい、オッケー。行くよ、行くよ。あれか、お手は？お手。あれか、お手は？あれか、お手。頑張って。お手は？お手、はい、オッケー。はい、オッケーね。はい、俺くんお手は？最後このお手本当にして。はい、オッケー、偉いです。よいしょ、グレーおれくん、なんでうーって言ってんの？2週間一緒おったやん。え？お前誰やねんの顔になってるって。走ってこっちに逃げていきました。もうここがお家やと思ってるんですね。有吉どこだん？
おった。こっちの部屋やったら甘える声出すんやけどね。まあいいでしょう。狭い空間だと甘える猫ちゃんになりました。広い空間だとお前誰やねんの顔をしてきます。こんな僕ですがよろしくお願いします。狭い空間だと甘えます。広い空間だと野良猫になります。よろしくお願いしますね。あ、でも前よりは全然触れますね。忘れてなかった。嬉しいぞ。はい、かなりいい感じだと思いますね。いた。はい、はい、本日もご視聴ありがとうございました。1点だけ、ご紹介させてください。去年ですね、推し猫グランプリというですね企画に、参加させていただきまして、見事入賞という形させていただきました。本当にありがとうございました。で、入賞者の中からですね、インタビューを、受けさせていただきまして、私の、赤裸々に語った猫活、猫について SNS についていろいろ書いてある記事が本日アップされておりますので、ぜひとも見ていただけたらなと思います。ちょっとね炎上するかもしれないと。大丈夫かな。まあかなり赤裸々にかかっております。はい、概要欄から見れますのでよかったら皆さん見てください。それではありがとうございました。